与というものはウィンウィンでしょうかという問いになるわけですね。敷屋がどういう会社をいい会社というふうに考えているかということなんですが、皆さんこんにちは。敷屋キャリア YouTube 講座、内定承諾に迷ったら見る動画ということでですね、今回はその会社がですね、いい会社か吟味するということを考えていきたいと思います。前回ですね、社員と組織の間で交換されている有益性の話をさせていただいたわけなんですけれども、敷屋がどういう会社をいい会社というふうに考えているかということなんですが、この交換されている有益性の中でですね、個人と組織、つまり社員と会社にとってウィンウィンなものということを考えていきたいんですけれども、ウィンウィンというのはですね、これらの要素が上がっていくことによってですね、社員も会社もハッピーなものということですね。という考え方でいくと、給与というものはウィンウィンでしょうかという問いになるわけですね。でこれはですね、会社からすると際限がなくなってきますので、まあウィンとはちょっと言えないですね。まあ、社員にとってはいくらでも増えればいいということになるんですけれども、会社にとってはそうはいかないということですね。まあ、こんな観点でウィンウィンを考えていくとですね、この2つに集約されていきますということですね。一つはこの成長、つまり社員に対して成長感を味合わせてくれるということですね。成長させてくれる仕組みがあるかどうか。そしてもう一つは、会社自体が社会的評価を獲得していく、それに向けて努力をしている会社かどうかということですね。このウィンウィンなものをぜひ転職の判断軸にしていただきたいというのが識学からのおすすめでございます。ウィンウィンなものを判断軸にしないとですね、先ほどの給与のように再現がなくなってくるであったりとか、どこかで行き詰まりが出てくるんですね、いうことになりますので、またその判断軸を転職のですね、軸に据えてしまうと繰り返していくっていうことが、まあ、起きかねないということですね。なので成長と所属、これをぜひ判断の軸にしていただきたいなというふうに思っております。ではですね、成長できる組織、これをじゃあ識学がどう定義するかということなんですけれども、4つここでは挙げておきました。1つ目、しっかりと結果で評価する組織ですね。結果で評価、対義語はプロセス、まあ、経過、まあ、過程、いろいろあるんですけども、手段や手法、まあ、意気込み含めてですね、このプロセスを評価する会社、これは皆さんはですね、アピール上手になっていくという成長はありますけども、それは本質的な成長ではない。アウトプットをしっかりと出せるのが成長ということになりますので、これはダメですね。つまり結果をしっかりと評価してくれる組織かどうかですね。そして日々のマネジメントが結果で行われているかどうか、これは対極にあるのはやり方ですね。手段手法を確率的に、まあ、こうやれああやれというふうに管理してくる組織というのは危ないですね。プロセスに責任を持つ、つまりその仕事の主体者がやり方、手段手法に責任を持つことでどう結果に到達するのかと、つまりハウの部分はプレイヤー側、つまり社員側がしっかりと追うということで成長していくということになりますよね。そして、実行スピードを重視する会社かどうかということですね。つまり PDCA で言うとですね、まあ、プランニングはそこそこに、とにかく動くこと、スピーディーに繰り返していくことを推奨する組織は成長できる組織ですね。特にこうエビデンスのない、まあ、社会情勢、まあ、経済環境になっていくというふうに仮定すると、いかに速やかにこうエラーを積み上げていくか、これが非常に重要になってくるということで、成長に直結していくということになりますので、実行スピード重視、まあ、PDCA でいうと Do ですね、を重視する組織が成長できる組織というふうに言えますね。そして競争環境かどうか、これスポーツだと分かりやすいと思うんですけども、競争環境において、まあ、つまりレギュラーを勝ち取るためにどうしたらいいかということを考える、この競争環境はより自主性、自立性を発揮しないと成果を積み上げる、対価を得るということにつながっていきませんので、競争環境かどうかというのは一つ重要な要素かなというふうに思います。まあ、こんな観点で成長できる組織かどうかというのを吟味していただき、選択の軸にしていただければというふうに思います。識学キャリア YouTube 講座、内定承諾に迷ったらということで、第2回目ご視聴ありがとうございました。識学 YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。識学理論に違和感のある方、ぜひこのチャンネルで討論しませんか。異論反論
大歓迎です。ぜひ皆さんの組織のパフォーマンスを上げるために健全なディスカッションしましょう。参加条件は以下の通りです。